皆さんこんにちは。健康診断で血圧が高かったものの、まだまだ年齢も若いし、特に問題ないと思っている方も多いのではないでしょうか。高血圧は年齢にかかわらず様々な病気の原因になることが分かっています。そのままにしておくことはとても危険なので、決して軽く考えず早めの対処が必要です。しかし血圧を下げるには時間がかかるもので、簡単に対策することは難しそうですよね。ですが簡単に血圧を下げる方法があるんです。そこで今回は血圧を下げる最強の方法4つをご紹介します。血圧とは、血圧というのは血液が流れるときに血管の壁にかかる圧力のことを言います。心臓から出た血液が血管に圧力をかけているということです。最高血圧、最低血圧という言葉を耳にされたことがあるかと思います。心臓は血液を送り出すためにドクンドクンと常に動いている状態で、この心臓がギュッと収縮している状態を最高血圧と言い、広がって拡張している状態を最低血圧と言います。確かに収縮して血液が送られている時の方が血管にかかる圧力が高くなるため、血圧が高い状態になりますよね。一般的には最高血圧が140、最低血圧が90より低い状態が正常値となるので、この数値を超えてしまうと高血圧ということになります。血圧が上がることにより何か体に変化が起こるかと思われがちですが、痛みや体調の変化が現れにくいことが高血圧の怖いところです。自覚症状がなく、気づいた時にはひどくなっていることが多いので、普段の生活で気をつけることが重要です。血圧を簡単に下げる方法は、高血圧になった時にどのような対策を取るべきかというと、適切な運動をすることと食生活を見直すことです。ですが、分かってはいても運動を始めることも面倒ですし、始めたところで続かなくてやめてしまう方も多いと思います。これまでの生活を大きく変えることは難しい。そんな人でも継続できる簡単な方法があります。この方法なら今までの生活に取り入れていくだけで血圧を簡単に下げることができます。取り組みやすいものから試してみてくださいね。1、ゾンビ体操。先ほど適切な運動が必要だとお伝えしましたが、この運動というのは有酸素運動のことを指しています。有酸素運動はウォーキングや水泳など時間がかかるものが多いです。そこでおすすめするのが医学博士の池谷先生が提唱するゾンビ体操です。名前を聞くだけで何か恐ろしい体操を想像してしまいますが、このゾンビ体操はその場で歩いたり足踏みをしたりしながら上半身をいやいやしているように動かすというものです。これを1分間行い、今度はゆっくりと30秒その場で足踏みをする。これを3回繰り返すだけの体操です。こんなに簡単な体操なら家の中でテレビを見ながら行うことができますし、気がついた時にこの運動をすればいいだけなので取り組みやすいですね。2、塩分を別のものに置き換える。血圧を下げるためには食生活を見直すことが重要です。特に塩分を抑えることが必要で、日本高血圧学会は1日 6g 未満にすることを推奨しています。日本人が1日に摂取する塩分の平均が1日 12g と言われているので、今まで食べている味の半分と考えるといいでしょう。しかしこれまで食べていたものより味が薄くなってしまうことで物足りず、食事が楽しく感じられなくなります。楽しい食事がストレスになってしまうのは本末転倒です。そこでおすすめなのが塩分を他のものに置き換えること。塩分を減らした半分に他の調味料を使うという方法です。せっかく塩分を減らしたのに他の調味料を足して大丈夫なのか心配ですが、
足しても血圧に問題がない調味料が存在します。その調味料は辛味と酸味のある調味料です。辛味は唐辛子やブラックペッパーなどの香辛料で、酸味は柚子やカボスなどの柑橘系がいいとされています。これならしっかりと味を感じられるため続けられそうですね。3. タオルグリップ法。運動、食事ともに簡単な方法がありましたが、もっと簡単にできるものがあるといいですよね。そこでテレビでも紹介されたタオルグリップ法をおすすめします。タオルグリップ法は世界的にも効果がある方法だとされており、また非常に簡単に行うことができます。準備するものはフェイスタオルです。タオルを正方形になるように折ってからくるくると巻きます。リレーのバトンのような形になったタオルを片手で握って2分間保ち、その後タオルを置いて1分間休憩します。これを3セット行います。簡単すぎてびっくりですね。どんな姿勢でもできるので、仕事中や寝る前にもできる方法なのですが、タオルを握るときに力を入れすぎないようにしましょう。最大の握力の3割程度が推奨されているので、優しく握るイメージで行いましょう。優しく握ることで疲れを感じにくく長く続けることができます。そしてしっかり呼吸することも忘れないでください。力を入れているときはつい呼吸を忘れてしまいがちですが、それだと逆に血圧が上がってしまいます。せっかくやっているのに逆効果になることだけは避けたいですね。またタオルグリップ法は1週間に3回行うことが最も効果的だと言われており、たくさん行えばいいという方法ではありません。こんなに簡単なのになぜ効果があるのかというと、タオルを握ることで血流が少なくなり、その状態からタオルを離すことで少なくなった血流が戻ります。これを続けることにより血流が少しずつ良くなる効果があるとされています。タオルグリップ法の注意点として、実践する前には必ず病院を受診しましょう。すでに高血圧の人は一人で行うことで体調を崩してしまうこともありますので、主治医と相談して行うようにしてください。 4. 血圧を下げるツボ豪極。血圧に効くとされている親指と人差し指の間にあるツボ豪極。この豪極は万能のツボとも言われており、押すことで様々な体調不良の改善にも効果があります。痛いと感じる人も多いですが、押し続けていると痛みが少なくなり心地よくなってきます。片手ずつ5分程度行うことがいいとされており、道具もいらないため簡単に行えます。いかがでしたか？高血圧は自覚症状が少ない病気です。今回ご紹介した方法を実践するだけでなく、普段から血圧を測って自分で確認しておくことも大切です。自分の体のことをしっかり理解し、健康な体を手に入れましょう。